10月の増税以降、ですね、非常にあのちょっと三菱、落ち込みが大きくて、1月になっても、実はあの業界、それから我々も、あまりあの大きくその回復、これがなできなかった、今回また新型出しますんでね、えー、なんとかまあそうならないようにです、ね、やっていきたい。